皆さんこんにちは、トミックです。今回やってきてるのは豊浜魚広場というね、観光市場、漁港に来ています。愛知県の知多半島というところに位置しているところなんですよ。なんでねここに来たのかっていうと、ちょっと前に反対側にある魚太郎ってところに行ったんですよ。動画はね URL 下に貼ってるんで見てもらったらわかると思うんですけど、愛知県の市場巡りっていうの中で知多半島の魚太郎、今度は豊浜魚広場に行ってみようということで来ました。海鮮丼のお店とかお寿司とかがねリーズナブルで食べられるという情報があったんですよ。っていう感じなので、まずは見てみましょう。真向かいが漁港なんですよ。豊浜魚広場、愛知県知多半島にある市場、名古屋駅から車で高速を使って1時間ほどで来れる観光市場。交通的に車でしか来れないのか、駐車場はかなりの台数が止められるみたいです。そして海も近くにあるので釣りもたしなめるんじゃないかと。おっと、観光バス専用駐車場があるということはバスでも来れるということ。おー、知多半島の地図がデカデカと。初めて来た人はここで写真を撮りましょう。入り口には簡単なマップ。火曜日が定休日、市場系って水曜日とか日曜日が大体お休みなんですけど、珍しいですね。中の感じは一つの建物の中にお祭りみたいな感じでお店が入ってる感じですね。雰囲気も反対側の魚太郎をもう少し観光客を減らしたような感じですかね。建物の中にお店が凝縮しているので、中を見回るのにそんなに時間はかかんないです。扱ってるものが魚太郎とほぼほぼ変わらないです。サバやアジの干物、加工品がメインって感じですね。そしてお寿司屋さん、海鮮丼屋さん、11時オープンらしいけどまだ時間は10時なので空いてません。もちろん鮮魚も扱ってました。値段に関しては物によって価格の変動がかなりある感じですね。高いなって思うものもあれば、安くなってるものもある感じ。もちろん生きてる魚も売ってるみたいです。そしてこの市場食堂、この市場にある食堂は2つだけみたいですね。回ったんですけど、魚太郎と比較すると中で売っている広さ的にはあんまり変わんないと思う。ただ魚太郎は干物加工品オンリーなんだけど、ここは干物と鮮魚、活魚が売ってるっていう感じですね。まあ、新鮮な魚も買いつつ干物も買えますよっていうの で、ただねここバーベキュー場とかがないので、魚太郎みたいなリア充ウェーイみたいな人が来るところではない。でもお寿司屋さんとか海鮮丼屋さんとかあったので、まあ、それがね美味しいかどうかですよね。まあ、とりあえずちょっと百聞は一見にしかずということで行ってみましょう。一軒目はこちらの市場食堂。すげえ、フグ定食があるってことはフグ職人がいるってことだ。初めて見たわ、市場食堂系でフグがあるの。もちろんフグ以外にも定番のメニューもあるよ。出たお寿司、でも日曜日限定か。今土曜日ってか、ここ日曜日やってんの。しかもこれ8貫で1500円ってかなり割安じゃね。ネタを見てもメニューのバリエーションもかなり豊富。ワクワクが止まらねえ。店内は狭いタイプの大衆食堂。メニューはこんな感じで平均1500円ぐらい。表の中は混んでたけど、ここはそんなに混んでない。まだ11時前だけど、このお店は開いてました。海鮮丼1500円。すげえ、なんかすげえのついてきてる。これで1500円は破格だな。赤だしとブリの照り焼き、うまそう。丼は一般的な中盛り丼ぶりって感じ。早速いただきましょう。味噌汁は合わせ味噌かな、詳しくなくてすみません。うまいです。マグロは思ってたよりパサってる。パサってるというより乾いてる。運がいいと鱗も見つかるよ。お米は温かい白米でちょい柔らかめ。刺身定食だと相性が良さそうなご飯です。お米温かいせいか、下にあったネタも少し温かくなっちゃってます。しかもなぜか他のネタもちょい乾いてるので、上手に食べないとうーんって感じ。ただわかめは美味しかったです。そしてブリの照り焼きは家庭で作られるようなもので、海鮮丼の白米と一緒に食べると程よく美味しいです。総合的にこれ全部で1500円なので、まあ値段に見合った味です。中学生とか高校生のような食べ盛りがいるような家族連れにはおすすめみたいな感じですね。1軒目に関しては、まあ、家族連れがおすすめかなっていう感じ。
でしたね。でも値段がねかなり安いです。かなりお腹いっぱいにはなる。ちょっと今11時過ぎたんで、ちょっと空いてるお店とかも増えてきたんで行きたいと思います。さっき言ったのここですね。なんで、まあ、ここから、あ、同じだお店、あのお寿司屋さん2軒目はこちら。お寿司を出してるけど、どっちかというと丼の方を押してません？ここは食券機で食べたいものの券を買ってカウンターで出すシステムっぽいですね。海鮮丼1310円。え、安くない？てかパッと見お寿司ないですね。お寿司って名前の海鮮丼屋？いや、ただこれめっちゃ安いぞ。写真が分かりづらいからあれだけど、この海鮮丼にしましょう。店内は綺麗な大衆食堂みたいな感じ。食券を渡して呼ばれたら取りに行くフードコートシステム。ここも思ってたほど人が入ってないですね。これが海鮮丼1310円。店員さんが持ってきてくれました。思ってたより小さい。そう見えるだけ。赤だしがついてきました。早速いただきましょう。ネタ自体は普通に美味しいんですけど、ご飯が温かい白米だからネタが全部温かくなっちゃってるんですよね。温かい刺身定食という何とも言えない状態になってるって感じ。このタイプのお店はやっぱり刺身定食の方がいいのかもしれない。くそー、エビ以外温けー。しかも米めっちゃ多い。これはサービスなのか、サービスなのか。いや、しかしこれで1310円、絶妙な値段なんだよな。相場感で言うとまあまあって感じだから何も言えないんだよ。まだ食べてないんだけど、ここで頼むなら刺身定食の方が安定はしてそう。赤だしは、てか赤だしって味強いから変化出すのむずくない？まあ俺は味噌を素人だから、誰か詳しい人いたらコメントください。今回はですね、魚広場に入ってる2つの食堂行ったんですけど、皆さんいかがでしたか？俺としては観光市場にしては本当に食堂の値段がかなり安いので、地元民の方が家族連れで来るにはおすすめだと思います。釣りもできると思うので、魚をね、食べて飽きたらここで釣りもできると。中学生とかだったら釣り好きじゃないですか。魚釣って口に花火入れて遊ぶみたいなのやりませんでした？そういうのができるので、中学生ぐらいの家族連れには本当にいい場所なので、ただデートとかなんかそういう友達と海鮮食べに行こうぜで使うにはちょっと不向きな場所ですね。またちょっと違う地方もねどんどん行っていくので、ぜひシリーズ化継続のためにグッドボタンとチャンネル登録お願いします。登録ポチッ